この問題は去年、紀美中央町の園城浄水場から有機不素化合物 PFAS が国の暫定目標値を超えて検出されたものです。住民有志の会の小倉博代表らが紀美中央町役場を訪れ、今月二十七日に町に提出した公開質問状について山本正則町長と意見交換を行いました。意見交換は非公開で行われ、 今年3月に町が発表した希望する住民を対象とした血液検査などの健康影響調査について、有志の会は調査内容が住民に知らされないまま、すでに2ヶ月が経過していると指摘しました。これに対し、山本町長は来月上旬をめどに各自治会の代表を通して検査の方針を知らせたいとの意向を示したということです。 今日はあの町長はえー町内会長さんにまず町の方針をこの6月の上旬には示せるということをおっしゃってましてできたらそれに加えて文書で血液検査の意義あるいは疫学調査の意義をですね町としてどう考えているかということを文書で町民に配ってほしいと多くの方にまあ血液検査をあのに参加をしていただくような 有志の会は町からの回答を精査し再度、町に要望書を提出したいとしています。